そうだよ、ということでございまして。もう何年ぶりでございますか ?2 年半とか経っての3年ぐらいぶりに、土曜日のチャンネルに戻ってきました。ということですが。はい。これ復活するんですが、じゃあ、まあ皆さん、どういう動画上げていくんだっていうの気になってると思っています。なんで、ちょっと、本当にもう、ドキュメンタリーですよ、これもう。交渉していきます。ぶっちゃけいろんな先生とももう交渉は始まっておりますので、有名なあの方や、あの方も出てくるかもしれませんっていうぐらいですね。進んでおりますが、ちょっとね、その前に、取り下げた動画あるじゃないですか。なくなっちゃってる動画あると思うんですよ。みんな見たい見たいって言ってるのに戻してくんないかなっていう交渉をしていきたいと思います。ということで、はい、チャンネル自体は買いました。はい、なんで作ったチャンネルを買わなきゃいけないんだっていう意味がわからないんですか。ということで戻ってまいりました。テロップ出てないと誰なんだこいつってなってるかもしれないですが、ちょっとじゃあ取り下げた動画ですね、ちょっとかけます。これで戻してくれるのか。あ、はい、もしもし。もしもし、お久しぶりでございます。あ、お久しぶりです。こちら今ですね、ただやみのチャンネルの復活一発目の動画でございます。嘘でしょ。嘘じゃないですよ。嘘じゃないです。今撮ってます。はい。ちょっと待って。はい、久しぶりにその名称を聞いたんですけれども。はい、そうですね。それは今、どないなってるんですか。ということで、はい、日本史の田中先生です。はい、皆さん、こういうですね。こちら、一発目の動画ですよ。はい、ちょっと待って。本当に言ってんの？はい。僕ね、誰の動画を出したいかっていう話をね、してて。はい、はい。私が一発目に選んだのが田中先生です。うん、え、ちょっと待って。なんか話がいろいろ飛んでて、何にも入ってきていないんですよ。あ、そうですよね。うん。チャンネルをというか、まあ、事業自体を買収しました。はい。徹夜森田が？いや、徹夜森田じゃないですけど、徹夜森田もちょっとどれぐらい出すのかなっていう感じですけど、今この時点ではまだお支払い前なので、この撮影するのは。あ、そうなんですか。はい、撮影してる時は、このお金を振り込む前の状況なんですけど、まあ先に撮っとかないと間に合わないんで、編集とかね。あらららら、いや、はい、あのね、僕もなんかいろいろと噂だけは聞いてて、はいはい、まあ某ね、教育系の人が買うだとか、はいはいはい。ね。ありました。なんか、ちょっとお酒飲んでんね、僕。あ、そうなのそうだったのね。うん。誰が結局買うんだろうって思ってて、ピタッとこう情報が止まっちゃって、はいはいはい、全然入ってきてなかったんで。エデュープランニングは買いました。うん、あ、え？エデューなの？エデューなの？そうですよ。エデューのスタジオにいますよ、だから僕今。ちょっと待ってください。エデューは、はい、ね、ちょっとエデューの人間関係をちょっと、エデューは結構僕も繋がって、てるんじゃないかと思ってて、はいはいはい、エデューの人間何人か知ってるんで、はい、そうでしょうね。だってタダ読みにいた人たちいますしね。そう、うん、そこと森田先生がつながってるんですか。まあじゃないとここいませんよね。え、どっちのスタジオですか。やっぱ東京の。東京です、東京です、はい。あ、東京の。あ、はい、そうなんだ。そう。ちょ、どういう経緯なのかとかってちょっと簡単に、はい、言えないんですか、それ。こちらはね、ちょっと田中先生に交渉しようっていう話なんで、今、動画がやっぱり、ね、ほら、亡くなってる人たちいると。はいはいはい、はい。そう、出てない人いるということで、はい、ね、若原先生とか。はい。僕は一番、やっぱ、今、あ、わかります。ユーテラ見てもらうとわかるんですけど、はい、世界史のやっぱ総集編がもうめちゃくちゃ伸びて。あ、そうなんですね。知らなかった。最近の頃見てて、はい、佐藤幸雄先生の、もう。それは、佐藤幸雄先生のそのカリスマ性というか、はい、そういうものがやっぱりあるんじゃないですか。いや、田中先生にもあると私は踏んでいましたので。僕みたいなその関西の隅の方でこうすごく長くやってるような。いやんですけど、高田風味が一番いいって言ってたから、ただ読みの中で一番いいって言ってたから。マジですか。はい、一番いいっすよ、だから。なんで、はい、ちょっと、総集編出してもいいですか、はい、っていう、その話を、カメラ回してる時に聞くっていうね。いや、断りにくいじゃないですか。もちろん分かってますよ、それは。100も承知です。総集編っていうのは、なんですか、これまでに出してたやつ。そうそれを、だ古代だったら古代でまとめてとか、中世だったらこう中世まとめてみたいな。あ、まあまあ、それはいいんですけど、ね。早っ、ね、聞きました、視聴者の皆さん今、いいんですって言いましたよ。それはね。じゃあ、これがもう毎週、中流れていきますね、じゃあ。いや、そのね、はい、なんかもうちょっとこのロングな見通しが欲しいですよね。はいはい、そうそう、ロングな見通しで、だからいろいろメンツね、もう一回集結させないといけないっていうのがあるんでね。うん。そこで、まあだからホームページとかも作り直しなんで。あ、
全部。そうなんですね、はい。で、あとはやっぱりちゃんと個人チャンネル宣伝するっていうね。あのやっぱりちゃんと概要欄だったりで、はい、そういうのもやっていかないといけないんで、それぞれの人たちをもうちょっと目立たせるっていうのやっていくんで。なんか、すごい、すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。すごいんですかね。ゆきお先生、すごいオファー。はいはい。あ、そうそうそう、海を。ちょっとこう、ね、そういうことです。スタートするっていうんだったら。そうです。もう言う。すごい、応援したいです、それは。もう、だってゆきお先生、もういろんなオファー来てますから、もう言えないですけど、すごい、すごいオファーとか来たりしてますからね。その、ユーテロを見てた人からとかっていうのあるんで、実際今。あ、そうなんですね、はい。そういうのをちょっとね、田中先生の日本史ならいけるだろうと僕は踏んでるので。ありがとうございます。はい、いや、僕もね、一応なんか、もともとそんなにね、全国的な知名度はなかったんですけど、まあ、ただ呼びをね、やらせていただいて、なんか、その後、まあ、ただ呼び自体はダメになったんですけど、個人的には結構いろんなお仕事いただけるようになって、それはそれは。そうなんです、そうなんです。それで、いただいた仕事を今、うん、こう、いろいろと進めているところだったんで、はい。まあ、そのお仕事がまた一区切りつけば、はいはいはい。まあね、こんなちょっと個人チャンネルとか、はい、そういうのもまあ充実させてとかいうのをいろいろ考えてたところではあるんですね。うん、そうなんですね、うん。いいじゃないですか、じゃあ。じゃあなんか、そういう時にこう、面白いお話をしていただけたんで。はい、よかったです。ということで、田中先生と出ますんで。まあ、ありがとうございます。一応週2で、田中先生が1本と、もう一人の先生ちょっとお願いしようと思ってる人がいて。はいはいはい、はい。これはまだどうなるかわかんないです。ここは P ですけど。あの、ね、あじゃあ、田中先生、それが大丈夫ってことで、ありがとうございます。はい、はい、はい、わかりました。じゃあ、今から、あの、多分、宋先生めっちゃジェラシーだと思いますんで、一本目俺じゃねえのかっつってですね。はい、ちょっと、それは宋先生。ごめんなさい、宋先生ね、やっぱり大阪でね、宋先生も、本当は、会いたかったんですけど。はい、宋先生もうずっともう、ちょこちょこ、LINE ばっかやってるんで。あ、そうなんですね。はい、はい、宋先生とはもう、生配信しようかと思ってるんで、宋先生も入れて、はい、あ、そうなんですね、東京いる時なんで。面白そう。はい。なので、その時にもいろいろ話そうと思いますんで。はい。はい。ありがとうございます。全然大丈夫です。はい。ありがとうございます。なんか、いえいえ。ただ呼びをもっぺんこう、立ち上げていただけるのは、もう、俺たちしかいないと思ってたんで、はい。ありがとうございます。なんで、何校から何校までの区切りでお願いしますみたいなのあったら、ぜひお願いします。はいはい。こっからここが古代なんで、みたいなのを言っていただければ、はい。はい。じゃあ、詳細はまた送ります。はい。ありがとうございます。すいません、急で。いえいえ、全然。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ということで、田中先生でございました。ではこういう感じで、それぞれの先生に話をつけていこうと思いますんで、理系だよ次は。理系のチャンネルも復活させなきゃいけないから、その辺の話をねしていこうと思いますんで、ぜひともまた、あ、そうだ、泉先生にも話さなきゃいけないし、和原先生にも話さなきゃいけないということでした。なんでこれが復活1本目でございます。まあその他のね先生たちとも話してって、誰の動画が出ていくのか楽しみにしてくださいということでした。まあ、あと本当にビッグな先生にも交渉しております。先生たちにも交渉しておりますので、そちら楽しみにしていただければなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、ぜひともそちらもやっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ご支援皆様よろしくお願いします。よろしくでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。